はい、皆さんこんにちは。今日はこの初級2の本の14課を一緒に勉強しましょう。首先学会之列学动词的变化。首先学听言啦。第一个 grammar 咧，ちょっと待ってください。ちょっと系少少，待って系等，ください系请，即系请第一等咁样意思嘅。动词的听 form 听言加啲ください系请乜乜乜，即系叫人哋 request 嗰阵时用乜乜乜听ください。ちょっと待ってください。食べてください。前世啦。飲んでください。見てください。第一体、見てください。はい、第5グラマ。ミラーさんは今電話をかけています。ミラーさん、はい、いか、打眼電話。で、かけます。で、テーフォン、はい、かけて。跟住加埋個 います 係 ing 嘅意思，所以打緊電話。如果講而家學緊日文嘅話，今日本語を勉強しています。而家食緊飯啦，今ご飯を食べています。如果講而家飲緊咖啡，呢個係咖啡嘅。咁今コーヒーを飲んでいます。はい、第3個グラマー。荷物を持ちましょうか？呢個係唔係定言嘅。must form。持ちましょうか？持ちましょうか？まあまあまあ、ましょうか？はい、使唔使本你？使唔使呀？咁用嘅時候用ましょうか？例如咧，使唔使本你呀？手伝いましょうか？使唔使去你嗰度接你呀？迎えに行きましょうか。あと暑いですね。窓を開けましょうか。窓を開けましょうか。はい、じゃあ最後にクエスチョンです。今あなたは何をしていますか。今あなたは何をしていますか。